最難関のサイコゴーレムがいたダンジョンを攻略し、あとは生ぬるいラスト、そしてエンディングに向かいます。なぜ生ぬるいと評したのか、とある大きな違いが理由ですが、それはその時にお話しします。まずは、サイコゴーレムを倒した後に、グリプスの宿屋にいる女の子に話してフラグを立てます。少し南にある島の湖を調べる、これがフラグです。その場所に向かいましょう。わかりやすく湖があるので、そこを調べます。正しい方法できたらムーンムーンという村がある。実際ペガサスでも来れるんですが、ペガサスできた場合にはないんですよね。しかし、今回は正しい方法なので村が存在します。謎の村ムーンムーン、ここでゲームバランスを完全に崩壊させるものをもらいます。石板が一つになりました。これが崩壊の元です。装備する前のステータスは、普通に強いよねっていう強さですが、装備できる石板、これをつけると、強さと防御が倍になりました。魔法以外で弱点じゃないでしょう。グリプスの町に戻り、いよいよ最後の戦いへ。その前になぜかここでまた隔離婚が、何なんでしょうね。覚えてるけど、知らないよ君のことは。ガンダム強いなー、やりすぎです。そしてラスボスがいる城へ。生ぬるい理由ですが、エンカウントがないんです。全く敵が出てきません。しかも、ラスボスもしぶといだけ？あ、いや、もう何も言いません。エンディングまで進みましょう。
Thank you.
ということで無事クリアとなりました。やり込みの部分は手つかずですが、これで終了となります。いずれスーパーファミコンの方もやるのかな？ご視聴ありがとうございました。